ばんは、おはようございます、夏芝です。それでは今回もウィルニセンデジやっていこうと思います。今回は月曜日ということでクラブセレクションガチャがね来てくれたんですけれども、しかもね今週の木曜日には FP ガチャも復活してくれるということで、これ結構嬉しいですよね。楽しみなんですけれども、まあ、今回はねクラブセレクションガチャの方を引いていきたいと思います。今回のクラブセレクションガチャはね2チーム来てくれていて、ユベントスとナポリですね、この2チームが来てくれたんですけれども、どちらのガチャにもね即スタメンレベルの選手がたくさん今回登場してくれています。最初にナポリの方から見ていきたいと思うんですけれども、ナポリはね私個人的に当たったことない FP の選手が結構いるので、個人的にはナポリの方がユベントスよりも熱いガチャかなと思っています。どの選手も最強なんですけれども、特に欲しい選手を紹介していきたいと思います。まずアラン選手ですね。 CMF のボックスとボックスの選手なんですけれども、アラン選手といえばねスキル見てもらったら分かると思うんですけど、スパサブですよね。しかも根腕が8で安心感が半端ない選手かなと。スキシュンが82、86なのに加えてディフェンスエースも90ということで、ここかなり高いのでスパサブだしね、相手に言ったら厄介な選手になりそうですよね。めちゃくちゃ欲しいです。そして続きましてクリバリ選手ですね。ナッシュはねまだ今作 FP クリバリ選手使ったことがないんですよね。めちゃめちゃ当たってほしいです。ノーマルのクリバリ選手は前までスタメンだったんですけれども、今回のクラブセレクションガチャで一番当たってほしい選手かな。レベマのスピードがね94になるということで、めっちゃ速いですよね。ディフェンスエースに必要な能力が全て96以上なんですよね。レベマの数値が一言で言うと最強じゃないかなと。一番当たってほしいです。この間のねユベントス VS ナポリのねこの試合見てたんですけれども、クリバリ選手がマジで強かった。なのでね今回ぜひ来てくれたということで獲得していきたい選手ですね。続きましてマノラス選手。今回ねナポリのガチャセンターバックの補強ガチャになってくれるとめちゃめちゃ嬉しいんですけれども、この選手もね FP クリバリ選手に劣らない能力を持ってるセンターバックの選手かなと思います。過去最高の能力で今回登場してくれてますね。レベマの総合値はクリバリと一緒で96まで上がります。スキシュンもめちゃめちゃ速くって、87、85レベル1の時点でねこれだけあるので、まあ、レベマにしたら相当高くなりますよね。ディフェンスセンスもスキルもね共にめちゃめちゃいい選手かなと思います。まあ、パス能力はちょっと低めではあるんですけれども、マノラス選手ねぜひ獲得していきたいなと思います。まあねクリバリ選手マノラス選手ということで、ここのセンターバック2人をねぜひ狙っていきたいなって感じですね。ってことでね早速引いていきたいと思います。ナポリガチャ1連目いきましょう。いきます、いっせーのーで、ナポリのねこの間の試合めちゃめちゃ面白かったですからね、まあ、PK 戦にはなっちゃってたけど、めちゃめちゃディフェンスが上手かった試合かなと思います。24番、インシーネか。インシーネ選手来てくれました、ありがとうございます。左ウィングの選手ですね。いやインシーネ選手も結構強いぞ。バイエルンのユニフォーム着てるのなんか新鮮だな。ウィングストライカーで年齢28歳ということでレベルが21まで上がりますね。まあ、ドリブルとボールキープがかなり高いですよね。あとオフェンスも高いですし、ボールコントロールも93ということで、パスもね87、89ってことでここかなり高いですよね。決定力が85ってことでね、まあ、レベマにしたら90には乗るのかな、どうかな、乗るかな。スピシュンが89、92ってことで、ウィンシーネ選手はねスピシュンが速い選手で強いですよね。スタミナも90あるということで、まあ、頻度精度は2、2と根腕6、怪我耐性3ということで、スキルダブルタッチ持ってるんですね。コントロールカーブ、ミドルシュート、いいスキルをね持ってらっしゃいますね。でインシーネ選手もスパサブの選手ですね。はい、ということで左ウィングインシーネ選手来てくれました、ありがとうございます。それではね2連目引いていきたいと思います。クリマリ選手ぜひ来てほしいな、お願いします。いっせーのーでドン。さあどうだ、センターバックマジでちょっとね補強したいんですよね。どうだ、来てくれるか。イタリア、左足、ひげ、何番だ、8番、8番は誰だ、ファビアン・ルイス選手来てくれましたね、ありがとうございます。 CMF の選手ということで、レベルが31まで上がると、年齢が23歳ですね。プレーメーカーなんですね CMF。 ボールコントロール90、ドリブル87と、パスうまめですね、89、89、まあ、決定力は83ということで CMF にしては高いかなと。カーブ88もあるんですね、素晴らしい。スピシュン80、77、ここはそんな高くないかな。ボディコントロール85、キック力87と、ディフェンスセンス74か。
ボールダッシュ83、グラシフィネス76、頻度精度226ということで、スキル、ダブルタッチ、コンカー、ミドルシュート、ドロップシュート、まあ、結構いいスキルを持ってらっしゃいますね。はい、ということで、ファビアン・ルイス選手、2連目で来てくれました。ありがとうございます。それではね、3連目、ラスト引いていきたいと思います。マジでクリバリコ・マヌラス来てほしい。いきます。一戦の、デッドン。さあ、どうだ、マジで頼むぞ。センターバック1人来てほしい、どっちか。マジで頼む。右足、お26番きたー、クリバリですね、最高、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ嬉しい、一番欲しかったからね、マジで嬉しい。ちょっと今作は FP クリバリ選手縁がないかと思ってたけど、いや超嬉しいな、ありがとうございます。セネガルの選手ですね、ハードプレスということで、まあ、さっきねレベルは見たんですけれども、フィジカルコンタクトがねレベル1の時点で99ってことで、めちゃんこ強いですよね。ディフェンスも95ですし、スキルもねヘッダーマンマークインターセプト持ってるということで、もう文句なしのセンターバック、めちゃめちゃ強いセンターバックの選手ですね、ありがとうございます。続きましてユベントス引いていきたいと思うんですけれども、ユベントスの選手もめちゃんこ強い選手がね今回来てくれています。レベマ総合値が100以上になる選手が2人もいる神ガチャなんですよね。欲しい選手を紹介していきたいと思います。まずロナウド選手、左ウィングの選手ですね。私めちゃめちゃスタメンでお世話になってるので、今回来てくれたってことでね、ぜひ欲しい選手なんですけれども、 CF に会うこと101になる最強ロナウドが登場してくれました。私が持ってる FP ロナウドも CF に会うこと101になるレベマ総合値99の FP ロナウドなんですけれども、このロナウド今回欲しいですね。能力見ないでも分かる最強の選手ですよね。絶対当たってほしいな。なんて言うんだろう、コレクションじゃないですけど、ロナウド来てくれたらめっちゃ嬉しいですよね。まあ数値はねもうあえて見ないでおきましょう、めちゃめちゃ強いので。ってことで、続きまして欲しい選手がデリフト選手ですね。センターバック、この方もねレベマ総合値100になる最強センターバックなんですよね。総合値100のセンターバック今まであんま見たことないからな、今回びっくりしました。パス能力も高くって、スピードとディフェンス能力がマジで最高です。 DMF とかにおいても強そうだよね。私は多分センターバックに置こうと思うんですけれども、過去の FP デリフト選手持ってるんですけど、今回の FP が当たったらねちょっと乗り換えたいかなと思っています。はい、ということでね、デリフト選手も来てほしいです。あとラムジー選手ですね、気になる選手の一人で、プレースタイル2列目からの飛び出しなんですよね。ドリブルパスの能力が高くって、レルマにするとね平均的にそこそこ能力が高くなるので、ちょっと欲しいかなって選手ですね。この間の PK 戦ラムジー選手めちゃんこいいシュート打ってたので、ラムジー選手狙っていきたいと思います。ディフラ選手がね来てくれてるんですけれども、前回の無料確定ガチャが来てるので、今回そんないらないかなって感じですね。早速引いていきたいと思います。いやー、ロナウドぜひ来てほしいですね。いきます。1連目、一戦のデッドン。さあどうだ、マジで頼む、ロナウド来てほしいな本当に。右足、おっとこの方は黒人の方かしら。16番クアドラード選手か、ありがとうございます。 RMF の総合値91の選手ですね。年齢が31歳でレベル21まで上がるとリングストライカーの選手なんですね。結構適正のポジションが多いですね。本番5か、使わないかもしれないな。はい、ということでクアドラード選手来てくれました、ありがとうございます。ってことでね、2連目引いていきたいと思います。ロナウド来てくれ、一戦のデッド。いやマジでロナウド来てくれ、お願いします。どうだ、右足、13番、んあ、ダニーロ選手ですね、ありがとうございます。右サイドバックか、あんまりちょっと引き渋いかもしれないな。ダニーロ選手ありがとうございます。年齢28歳ということで、攻撃的サイドバックの選手ですね。レベルが23まで上がると、ダニーロ選手ありがとうございます。ってことでラストいきます。一戦のデッドン。あーマジかー、キーパーですね。
シュチェスニ選手来てくれました。いやシュチェスニ選手めっちゃんこ当たるんだけど、いやマジか、ユベントス狙ってた選手一人も来てくれませんでしたね。クリバリ選手来てくれたからね、これは結構熱いかなって感じですね。木曜日の FP ガチャね、結構楽しみに今週1週間頑張ろうと思います。ってことでご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。